全然飽きない、決めた。もう冷えてるじゃん。なんか久しぶりにさ、昨日ツイッターにいっぱい返答が来てさ、なんだと思ったらおでんだった久しぶりに多かったリプがおでんっていう。やっぱみんなパッて答えられるのが好きなんだね。何事もなく。なるじゃん、じゃがいも。はい。うん。なんだ。おいだ。食べた。あるわ、もっと。持ってって。今日青メロ出ます。5時40分かな。始まるの40分。なんか私毛量増えたように感じるけど、私昨日美容室行きました。初めてただ髪の毛すくためだけに行ったんよ。すごくね。すくだけだ。成長じゃね。なんか今日私顔が違う。誰だ誰だ。絡み。うん、絡み。何を言ってるんだ君は。何を言ってるんだ。一緒？みんなから見たら一緒ですか？顔違くね。敵マスクつけたい。泣いたきちゃん。さっき泣いたんよ唐突な泣き宣言。そんな悲しいことがあったとかじゃなくて、動画見て泣いてたんですよ。2分で泣きやんだけど。
にちは。いや、そう考えたらすごいな、美容室さんで。ね。キメリカでいる。皆さん月曜日何してますか？詰めて、ちょっとどうした？ちょっと男と、あれした目が覚めた。大学、仕事。やっぱこれ変な。うわ、お母さんがジジオの毛抜いた。抜いたじゃん。こうして。赤いやつを切ろうとしたら毛切った。見て。これなんかもう抜いたじゃん、お母さん。抜いたじゃん、切ったんや。だって首輪のやつがもうボソボソになった。はい、ボソボソしてるよ、うん、なに嫌がっとるやん。かまんといた。私今日喋ることいっぱいあるんだけど、なのになんかめっちゃ喋ることがない人みたいな配信してる。ペンキュラスハートありがとう。昨日一日、昨日配信できなかったんですけど、昨日一日お話しようと思ったんだけど、またの方がいいか。昨日結構具沢山やった。ちょっと話しておきたい。匂わせる。一日の。じゃがいもまた次にしようだ。じゃがいもまた次にしよう。うん、まあいいよ。ん？昨日何したかっていうと、一つだけじゃあ言うね。昨日何したか、まあ、昨日朝活したのは言ったじゃんか。昨日ボーリングしました。どう思う、お母さん。
こういうボーリングしたよって聞いて、どう思います？あのスコアの低さに絶対普通100ぐらいは普通軽くいくやろ。レベルが低いみたいな。ガーター狙いだった。いやなんかもうガーター掃除しようか。いやそれがね、ガーターかなんかスペアかなんか何スペアかかみたいな。どっちかみたいな。ボーリング誰の名前でしたの？名前？え、名前はね、なんかあのなんかアプリあるじゃん、アプリに登録してる名前で、でもそれがそのままボーンって出たわけよ。なんか買い方とか分かんなくって、やっぱみんなボーリングするときは推しメンの名前とかにしたりするんだ。私も推しメンの名前にすればよかった。なんかどれぐらい前だろう、なんか1年、いや半年から1年前ぐらいに1回行ったんですよ。もうそれが10年ぶりぐらいのボーリングで、もうその時もなんかもう久しぶりにしてめっちゃ楽しかったんですよね。なんかめっちゃその時も意地になって、絶対こんなので帰れないみたいな、終われないぞ、まだまだこれからだみたいな感じになったのね。そうで、それ以来だったんだけど、私ってほんとこだわりが強いのかな。変な投げ方はしたくないね、わかる？いや当たり前やけど、びっくりするよ多分。なんか女子の平均っていうか、だいたい何倍やっけ、60ぐらいからやんな、60ぐらいから100ぐらいっていうやんな、っていうやんな、っていうやん。で一番初めもうほんまになんかもう感覚つかみみたいなのでした時にが49だったんよ49だったんよ。もう10回中10回本気で投げることができなくてもうこれダメだとか言いながら、いやまあこれは2回目があるけどねとか言ってやっとったよ。したらほんま49でえみたいな。そうそう、まさかのよ。なんか前回が分かんないな。
え、そうだから筋肉痛はやばい。そうそう、でもなんかもう、よしちょっと本気でやるぞみたいな、本気でやるよとか言ってやった時にかけて、一発目の一回表がガーターになったりとかして、私多分左に行くんですよ全部。わかる？でもな、このいやそれは知ったよ。これで選んだりしたら、それだけなんか多分最後の押し出しが多分左に向いちゃうのかな。でも全部が左に行くんですよ。でこういうこうあるじゃん、矢印みたいな、この一番真ん中に行くようにとか投げたりするけど、ちょっと自分は右から行ったりするんだけどそれでも左に行くの。なんか適当に投げたやつの方が、フォームとか意識せずに適当に投げたやつの方がまっすぐ行ったりするから、もう1回目にもうそういうあれだった、もうやる気がさあれじゃん。もう私はベストスコアを叩き出そうとしてるからさ、まあ結果はまあ初め49でもう徐々に上がっていって、90ぐらいだったんだけど、前回のやつを見たら98とかだったんよ。だから前回の方がうまいじゃんみたいな。でも昨日ほんまに調子が悪かったんよ。変な癖が出たんよ。そう、変に自分に圧かけて。でもなんか何、ウルトラスーパータイムみたいなのがあるんですよ。が暗くなって、はいじゃあみんなさんで一斉に投げましょうみたいなタイムがあるんよ。その時になんか今まで全然ダメだったのに、その時だけなんか9本倒して、なんかチップこういうのもらった、こういうなんか丸いなんかチップみたいな。チップ、お金じゃないチップ、わかる？なんかこのやつをなんかコイン型のなんかわかんないやつをもらいました。それでなんか引き換えでできるみたいな。でもなんかなんであんなになんか男性とかはみんな投げ方一緒じゃない？みんな、私観察してたんだよ、私観察してたの人の投げ方を。みんな同じ投げ方で、なんか適当に投げてるように見えるのに、みんな同じ投げ方で、びっくりした。なんであの投げ方でそんなにいくんだみたいな。私マネージャーさんと行ったんですけど、マネージャーさんと二人で意地になってここにいる、この今レーンで今ボーリングしている人たちの中の女子陣で一番上になりたいとか言ってやってました。来る人急に脱ぎ出した。フォームよって
いや、わかるんだけどね。分かってはいるんだけど、マネージャーさんがガチ上手くて、もうびっくりした、父が出てきた。私はこうやって折って、こうやって出てきて折った。で、なんか、なんや、もう一発目、一個目のスコアが私が49で、マネージャーさんのスコアが初め93だったんよ。で、おすごいやんみたいな、こっちの2倍じゃんみたいな言ってて、でその次にやったのが、いや最終ね、マネージャーさんは129までいったよ。なんかお母さんが小声でなんか、お母さんが小声でなんか自慢してきた。なんぼってもう一回デスコア198はもうプロやん。いや何が起きた、あのスペアかストライクしか取れん時があったよ。その時は200くらいだった。お母さんそういうのなんか意味が分からんよね。普段は100何歩よ、100何十。今でも赤ピン、いや出てなかった、赤ピン出てなかった。うん、もちろんここやっていける。あ、やばいね。でまあボーリングで惨敗したんで、その後は2試合目、あ、それを結局私はもう負けず嫌いだから、こんなんで帰らんないって言って、それをかける6回したんですよ。6ゲームしたの。気づいたら6ゲームって書いてあった。もう手がね、もうこう入れてこう持ち上げる時もよいしょってせんと持ち上がらんぐらいした。何ゲームぐらいするの？ボーリングって普通。だから私たちがいる間に左右のレーンが 2,3 回人変わったもん。やばいよね。でも極めたら絶対楽しいんだろうなって思う。それよりも、これカメラ量多く見えるけどこんだけしかないんだよ。
たその他のゲームの話はまた他の時にするんですけど、次の配信とかでしようと思うんですけど、でもその後なんか一旦その2つ目の戦いをしようとしたらマネージャーさんがなんかもうあの美容室予約してたから美容室先行かなきゃいけないってなって、私も美容室行こうと思ってたけどタイミングを逃してたので、しかも美容室一緒なんですよ。だからじゃあ美容室予約取ろっかなって言って、その1時間後に取って、なんかちょうど同じぐらいの時間に終わってみたいな。で美容室終わってその続きの戦いをまた繰り広げて、でご飯を食べて帰りました。そんな一日でした。でも昨日なんか日曜日だったからかな、なんかすごい学生さんがすごく多くて、自分が学生だったらこんな感じなのかなって思う。こんな感じの休日を送るのかと思って、え、そうや、もうそうなんですよ。美容室行った後もしっかり、でもやっぱ自分で巻くのとやっぱ違うな、美容室さんすごいな。ほら、なんか違くね？ほら、プロや。花粉はね全然大丈夫、私花粉症ないんですよ。なんか一回それっぽい時あったんだけど、やっぱ花粉って認めたら花粉だと思うんだよ。認めたら花粉っていうか
認めてしまったら負けだから。認めないのと、いや普通に本当にない、花粉症が。お母さん花粉症、まだいける。だから本当花粉症の方の気持ちが分かんないんですよ。本当に花粉症になりそうな時は花粉って認めずに予防って思いながら薬を飲んだ方がいいと思う。早めにね、マジ急になるから花粉症って。早めにした、それっぽくなった。毛先のカールだ、やっぱり。ほら、それっぽくなった、うん、でしょ、うん、病室帰るですって言ったらそれっぽい。このここ大事、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 これマジ教科書に書いてるぐらい大事。教科書、挟んでここで S を作る。ここ大事、見えるかな、ここでこうしたら固定される。ここ大事、わかる。ここにこくぼみができるのはマジで大事。ここ、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 ここ。うん、あでもちょっと左右が違うの気になるけど、アレグラだっけ、ああいうのお薬飲んどくだけで来年にも違うらしい。だからなってない方もなりたくなかったら飲んどった方がいいってことよね。ちょっとでも症状あった、あ、やっぱ私ヨーグルト食べるためにここにすだちのやつ入れてる。すだちのジュレ、私容器のまま食べる。おいしいよ。何がいいってヨーグルトってちょっと重いじゃん、わかる、口の中で。なんかくどいっていうか周りくどい、周りくどいなんていうの、こうゼリーとかは爽やかしてるよ、そうベトーっとした感じ、まあ、やっぱ乳酸菌やから。そうそう、でもこのすだちを入れたらプラマイプラスって感じ。あ、初見の方が頑張ってください。ありがとうございます。今日はまああのラジオがアーメラ R が5時40分から50分ぐらいまであるので、それはラジルラジルで聞けます。私はそれまでにまつげパーマに行っていく。まつげパーマもうすぐ、あ、もう私気持ち的にはもうね四国ツアーが始まるっていう気持ちなんだけど、まだ始まんないね、あと1ヶ月あった。四国ツアーもあるのでっていう、私はまだ1ヶ月あった。四国ツアーが始まる前にまたもう一回行かんとき、夏毛のパーマに行ってきます。
歯医者はまだ予約してる日まだだから。お話し会まであと5日。あ、私さっきツイートしたんですよ。で、私一回そのお昼、この配信が始まる前っていうかお昼にシャワーに入ったんですけど、それまでにツイートをしたわけね。はい、投稿って言ってこうウィーンって動いてる最中に、あ、もう行ってるなと思って、携帯多分閉じちゃったんだろうね。そう、そしたら1時20分ぐらいに私お風呂出て、パッて携帯つけたらまだ動いてる最中で投稿できてなかったので、1時までだったのにお話し会が、受付のやつツイートだったのにね、できなかったから、うわ悲しいと思って。でも私のファンの方はなんかマシちゃんらしいみんなマシちゃんらしいって書いて、私らしいのか。これも動画あげたので今見てください。そう、いや時間は見てたよ、見てたんだけどね、ちょっと前髪が若干短くなったか、髪の毛切ったけどそこまで変わってないから気づかれないと思うんだけど、うん、自分的には量が減りました。まこのあとまつげパームに行ってきます。ありがとうございます。時間が止まる、うん、あ、そのボーリングしたここはね、爪がちょっともげた。はい、ということで今日の配信はこの辺で終わりたいと思います。今日は夜に須田健があって、この後5時40分からアーメロに出ます。ラジオ三昧だね。まだね、須田健今週の聞いてない方は、どうした今発音。まだ須田健今週の聞いてない方は、あ、先週の聞いてない方は、まだ今からと聞けるよね。私お昼、朝に聞いたので、ぜひ、今のうちに聞いてください。ラジコです、それは。アーメロは、ラジルラジル、アプリで。ぜひ見てください。それではお配信終わりたいと思います。ランキング13位はあつしさん、12位はしょうさん、11位はじゅんさん、10位はあきさとさん、9位は TMFM さん、8位はきがやさん、7位はあかちゃん、6位は阿波野源ちゃん、5位はペインキラーさん、4位はスーさん、3位はしらすさん、2位はナミさん、そして本日の第1位はブルルルン、第1位はマリショーさんです。おめでとうございます。1番初めて、初めて。大学お疲れ様です。今日もまた配信来てください。ということで
今日の配信はこの辺で終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。ポチーン。